にいなくても、山本由伸の衝撃発言にニューヨーク中がブーイングもうんざり、そんな嘘はつかないで。現地時間12月27日、山本由伸のロサンゼルスドジャース入団会見が行われた。不安のある発言が米ニューヨーク州で物議を醸している。最終段階で移籍先はドジャース、ニューヨークヤンキース、ニューヨークメッツに絞られたと複数メディアで報じられていた山本。各球団と交渉を重ねた結果、25歳はドジャースの一員となることを決意。ヤンキース専門アカウントトーキンヤンキースによれば、ドジャースとメッツは3億2500万ドル約463億円、ヤンキースは3億ドル約427億を用意していたという。だが、会見で山本は大谷さんがもし仮に他のチームを選んだとしても、もしかしたら僕はドジャースを選んでいたかなと思いますときっぱり、その発言を米メディアが紹介すると、期待を裏切られたメッツとヤンキースのファンからは非難が殺到した。もううんざり彼を信用できない。そんな嘘はつかないで、私たちの心は傷つけられた。ではなぜ彼は決断するまでに時間がかかったのか、彼にブーイングするのが待ちきれない。とはいえ、オリックス時代から常に冷静沈着な山本。仮にメジャーでブーイングを浴びたとしても、普段通りの投球を見せてくれるに違いない。ニューヨーク寒そうやし、メジャー実績ゼロの選手が400億はもらいすぎ。わからん。寒いとこ嫌なんちゃうか？ヤンカスの発表。ニューヨーク寒いし行きたくないやろ。ヤンキースってチラ見しててキモいからな。ドジャースへの誠意を見せたつもりでの発言なのに別のとこから砲撃食らうのは日本とアメリカの感覚の違いあるある。ヤンキースから移籍したならブーイングもわかるが何の関係もないのにブーイングてわらただのやつ当たりやんけわら。逆恨み。読んでもどういう意味かわからん、なぜキレてんの。ヤンキース様が誘ってやってるのに。食い逃げした。松井さんに恥かかせんなよ。的外れな発表ではろ、やっぱ東はいかんでよかったな。松井秀也一郎が在籍してた頃ならスタメン言えたのにな、今はジャッジとスタントンとコールしか知らん。ニューヨークヤンキースが日本人選手にしてきた仕打ちに比べればカスみたいなもんだろわら。まあ日本人みたいに聞き分けいいやつばかりじゃないからな、勝手にしてた期待を裏切ったと逆恨みして即敵認定よ。山本がどれだけ通用するのかは単純に楽しみだ。早速嫌われてるな。ヤンキースやメッツのファンからブーイングされるのは大物の証。ブーイングするって言ってもニューヨークのチームとほとんど対戦ないだろ。で、ヤンキースはどんな条件を掲示したんだ？ヤンキースは掲示金額が少なかったんだから文句を言えんよな。ヤンキースって日本人の扱い悪いしな。あんなところ行かない方が良いよ。日本人の扱いはドジャースも大概だけどな。彼にブーイングするのが待ちきれない、わろた。山本も言葉を選ばないとな。もともとドジャースのファンだしな、山本由伸。その3つならドジャース選ぶ人多いと思うわ。